豆腐豆腐は大豆の絞り汁、豆乳を凝固剤、にがり、その他によって固めた加工食品である。東アジアと東南アジアの広範な地域で古くから食されている大豆加工食品であり、とりわけ中国本土、奥地を含む日本、朝鮮半島、台湾、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、インドネシアなどでは 日常的に食されている。加工法や調理法は各国ごとに異なるが、このうち日本の豆腐は白く柔らかい食感を持つ、日本独特の食品として達した。豆腐という文字が最初に現れたのは、中国で965年の清子とろ東国であると、江戸時代の豆腐百鎮の端末にある。現代では中国も日本も豆腐と呼んでいる。 日本では一部、豆腐、豆腐としている業者があり、これは食品に対して、腐という字を用いるのを嫌ってのことと考えられる。中国でも、腐を避け、宿乳、肩壁、詳細羊、菜羊、羊の肉等の異名があったと前述の、豆腐百鎮の端末に書かれている。豆腐の腐の意味は、中国古代医学書、南行にある腐塾、不熟の 腐であるとする説があり、中国で不熟とは、井での初期消化のことで、白くドロドロした状態ともある。このことから、豆腐の、腐は消化の悪い大豆を不熟したものであるという説がある。元禄時代に、木のごし豆腐を発明した豆腐料理店、ネギシザサの雪では、九代目当主が、二十世紀前半、頃、食品に、腐るという字を用いることを嫌って、 豆腐と記すようになって以降、腐という文字を使わない表記が日本中に広まったとしている。また、豆腐を好んだ日本の作家、泉京香は極端な潔癖症でもあったことから豆腐と表記した。アメリカ合衆国やイギリスをはじめとする英語圏のほか、ドイツ語圏、フランス語圏、イタリア語圏等々、世界の様々な言語圏で、徒腐、ドイツ語では、徒腐が、 単語として定着していい。なお、英語表記では、豆腐のほか水ビーインクカードも用いられる。中国語敏南方言由来であるタウ FU という表記もヨーロッパの中華料理店などでは頻繁に見られる。豆腐の起源については諸説ある。16世紀に編纂された本蔵項目では、豆腐は紀元前2世紀前漢時代のワイナン王で優れた。 学者でもあった劉安によって発明されたとしているが、真偽については明らかでない。豆腐の原料となる大豆は遅くとも、紀元前2000年頃までには、中国の広い範囲で栽培されていたと考えられており、大豆加工食品は、前漢時代の馬王大幹部からも出土しているが、日本豆腐協会では、劉安の時代の中国には、豆腐の原料となる大豆が存在しなかったとしている。 また一説には、豆腐の起源は8世紀から9世紀にかけての、東大中期であるとも言われている。実際、6世紀の農書、生民用実には、もろみや醤油についての記述はあるものの豆腐の記述が、見当たらず、文献上、豆腐という語が現れるのは10世紀の、清子と六からである。東大には、北方遊牧民族との交流によって、入落、ヨーグルト、 楽、バター、ソ濃縮乳、七符、チーズなどの乳製品が知られていた。豆腐は豆乳を用いた乳製品、特にチーズの代用品、七、符から豆、笛として発明されたと考えられている、篠田治説。一方、七符は、北方遊牧民族の常食の父持ちのことで、あるという見方もある。本草項目での七符には、釈明、 父餅とあり、他でも父餅としている書物が多い。このことから、父父は、漢人の一部が、個人の父餅を父父、畜乳で作った豆腐に似たものとも言ったのではという説もある。中国では、伝統的には、豆腐は、生で食べるのではなく、発酵豆腐などとして食べていたとされる。また、中国の伝統的豆腐は、日本の豆腐よりも硬いとされるが、 これは油を用いる調理法が主流であることから、水分が少ない方が都合が良かったためとされる。豆腐は、南宋末期にかけて一般に普及し、明朝や清朝の時代になると、豆腐の加工品も、盛んに作られるようになった。今日、中国南部や香港、台湾では、滑らかな豆腐を冷やして、シロップをかけ、小豆やフルーツをトッピングして食べるデザートがあり、豆花、 と呼ぶ。現在の日本の豆腐は柔らかくて淡白な食感を特徴とする独特のもので、これに対する中国や韓国の豆腐は炒めたり、揚げたりして調理されることが多かったため、日本の豆腐に比べると水分が少なく硬いものとなっている。一般に豆腐は中国から日本へ伝えられたとされる。剣道史によるとする説が最も有力とされるが、 その一因でもあった空海によるという説、鎌倉時代の気化像によるとする説もあるなど様々な、説がりはっきりとしていない。湯葉やこんにゃくなどと共に、鎌倉時代に伝来したと見る説もある。ただ、1183年、樹影二年のなら、春日神社の供物つ町の中に、豆腐という記述がある。鎌倉時代末期頃には民間へ伝わり、室町時代には、 日本各地へ広がった。そして江戸時代にはよく食べる通常の食材となったとされる。この江戸時代の豆腐は今日でいう木綿豆腐のみであった。豆腐は庶民の生活に密着しており、江戸では物価統制の重要品目として奉行所から厳しく管理されていた。豆腐値段引き下げれに応じない豆腐屋は営業停止にされるため豆腐屋は自由に売り値を決めることはできなかった。 江戸において、豆腐料理屋は評判であり、江戸で初めて絹ごし豆腐を売った笹の雪は未だに続いている老舗店である。当時、庶民に親しまれたのは豆腐の田楽であり、豆腐を串に刺して焼き、赤味噌をつけて食べる料理であった。天明2年、1782年に刊行された豆腐百珍には、100種類の豆腐料理が記述されており、 また様々な文学でも親しまれてきた。当時より豆腐は行商販売もされており、前述の豆腐百賃は大きな人気を得て一般的な料理であった。行商の豆腐屋はラッパや鐘を鳴らしながら売り歩いていた。関東地方では明治時代初期に乗り合い馬車や鉄道馬車の御車が危険防止のために鳴らしていたものをある豆腐屋が音が豆腐と聞こえることに気づき、 ラッパを吹きながら売り歩くことを始めたものである。その由来のようにラッパは、豆腐の工程アクセントに合わせて二つの音向で、豆腐と聞こえるように吹くことが多いが、地域や販売店によっても異なり、とと風が同じ音向の場合もある。二つの音向を使うラッパの場合、一つのリードで二つの音向が出る仕組みになっており、古希と旧希で音向が変わる。スーパーなどが増えて、 歩き売りをする豆腐屋が減ったものの、近年では昭和の頃のように地域に密着した商売をする人も出てきており、豆腐屋のラッパが復刻されていい。近畿地方では豆腐屋はラッパではなくかね、関東ではアイスクリーム屋が用いてたを鳴らしていた。近代工業が発達するにつれて豆腐の製造作業の機械化も進み、わずかの大豆から効率よく豆腐が、 大量生産できるようになって、より安価で提供されるようになっていった。柔らかいタイプの豆腐は、昭和以前には、個人経営の豆腐屋で毎日作られ、動かすことで、形が崩れることのないよう、売る間際まで、店頭の水槽の中に沈められているものであった。現代日本でも豆腐は、非常に一般的な食品であり、そのまま調味料をかけて食べられるほか、 様々な料理に用いられている。冷ややっこや湯豆腐、味噌、タラガなどのように主要食材になるほか、汁物や鍋料理の具材、料理のベースになる食材として使われるなど用途は多彩になっている。豆腐製法の特徴は次の通りである。まず、水につけて柔らかくした大豆を水とともにサイしに出す。水とともにサイした大豆を5という加熱する前のクレを、 生クレ、加熱した後のクレを煮、クレという。クレを絞って得られる液体が豆乳であるが、豆乳を作る際、あらかじめ加熱してに、クレをこす製法を、に絞り、生クレのままこす製法を、生絞りという、この場合にこした後に煮詰めることになる。絞った後のカスは、おからと呼ばれる。この豆乳が、まだ熱いうちに凝固剤を加えると、 タンパク分子が口実するように網目状につながり、豆乳はプリン状に固まる。これを切り分けて水にさらしたものを絹ごし豆腐という。また、固まった豆乳を崩しながら内側に布を敷いた穴あきの型容器に入れ、水分を抜くと木綿豆腐となる。さらに、豆乳を一旦冷やし、凝固剤と一緒にプラスチック容器に流し込んでか加熱して固めると重点豆腐となる。 水にさらさず直接容器にすくい上げたものは、寄せ豆腐、おぼろ豆腐という、ほぼ同様の沖縄の伝統食品として、油脂豆腐がある。剣豆腐、片豆腐、岡山豆腐など、非常に硬い豆腐があり、これは、濃度の高い豆乳を使用したり、多めに凝固剤を使用したり、重しで脱水することによる。ミャンマーでは、シャン族が、ひよこ豆から豆腐を作る。 お参照。17世紀に、真で布教した、スペインのドミニコ海宣教師、ドミンゴ・フェルナンデス・ナバレテはその著書の中で、テウ・ FU 大を豆から作られる、中国のチーズとして紹介した。18世紀に、ナバレテの書物の英訳を読んだベンジャミン・フランクリンは、豆腐に強い興味を示し、イギリス東インド会社のジェームズ・フリントに、タウ・ FU の製法を問い合わせた。フリントは、 フランクリン宛の1770年1月3日付の手紙で豆腐の製法を説明した。これが英語で初めて豆腐に言及した文献と考えられている。20世紀末期以降のアメリカをはじめとする欧米諸国では高カロリー、高脂質の動物性食品や嗜好食品を多く摂る不健康な食習慣への反省と健康的な食品への関心の高まりによる 健康ブームに伴い、健康の視点から優れた食品といえる豆腐が、注目を集め、食料品店で、日常的に売られる食品となった。また、菜食主義者にとっては、バーベキュー、ステーキ、ハンバーガー、ジャーキーなどの肉の代替品として豆腐が使われている。豆腐には、薄い豆乳を凝固させて、圧搾、さく、成形した種類のもの、例、木綿豆腐。 ソフト豆腐と濃い豆乳全体を凝固させた種類のもの、例、絹ごし豆腐、重点豆腐とがある。今日、豆腐は木綿豆腐、ソフト豆腐、絹ごし豆腐、重点豆腐の4種に大別される。剣豆腐、肩豆腐は、現在の日本で一般的となっている製法と異なり、濃度の高い豆乳を使ったり、にがりの代わりに海水を使うなど、 様々な方法を用いて保存できるように四種類の豆腐のことで中には荒縄で縛って持ち運びできるほど硬いものもある。競技では日本各地で昔ながらに作られ続けている剣豆腐のみを指すが、競技では文字通りに同種の硬い豆腐全般を指す総称となっている。競技の剣豆腐、すなわち日本の剣豆腐はそもそも日本で作られ始めた。 当時のものに近いのであり、つまり、本来的には、豆腐は、剣豆腐、もしくは、それに似て、非なる、硬い豆腐であった。例えば、江戸時代の浮世絵に描かれた豆腐もその多くは大きく、しっかりとした、長方体の剣豆腐である。現代では流通の不便な豪雪地帯や山岳地域、あるいは離島などだけで変わらず、作られ続ける、伝統法となっている。 剣豆腐を作る地域として、しばしば例に挙げられる場所としては、加賀地方、石川県の白山六の一園の各所がその一つであり、中でも、旧、石川郡白峰村、現、白山主白峰の豆腐や、富山県岡山の岩豆腐はよく知られている。これらの地では、肉類を食べるように、剣豆腐が調理され、食べられている。大豆は、唯一の原料とも言えるものである。 まず第一に、タンパク質の含有分の高いことが求められ、香り、またエレン組み替えをしているか否かなどの安全面が考慮されることが多い。輸料用、醍醐用や飼料用を除く、食品用大豆の国内自給率は2013年度は25%、大豆全体では7%、輸入大豆の約7割はアメリカ産である。 アメリカ産大豆の作付け面積の9割は遺伝子、組み換え大豆であるが、日本へ輸出されている大豆は、非遺伝子組み換え大豆である。国産大豆や有機大豆、非遺伝子組み換え大豆など、特色のある原材料を使用していることを表示する場合、国産大豆使用などと表示できるのは100、100%、その原材料を使用している場合のみで、100%未満の割合で使用している場合は、 国産大豆使用もしくは国産大豆割り使用などと使用割合を表示しなければならない。なお、使用割合は切り捨て、または最小値を表示しなければならないる。また、遺伝子組み換え大豆を使用している場合、遺伝子組み換えや遺伝子組み換え不分別という表示が義務付けられている。遺伝子組み換え作物の表示の詳細については、遺伝子組み換え作物を参照。 科学的には、豆腐の凝固は、豆乳のタンパク質が凝固剤によりゲル化することで起こる。従って、豆腐は加強されたタンパク質の網目構造に、多数の水分子を取り込んだ構造である。大別すると、マグネシウムイオンあるいはカルシウムイオンが、タンパク側層のカルボキシル元を加強して、ゲルを形成する場合、塩石と酸がタンパク質の工事構造を変える。 変成ことにより、ゲルを形成する場合、産業ことがある。前者には凝固剤として、硫酸カルシウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、硫酸マグネシウム等が使用され、後者は、グルコノデルタラクトンが使用される。グルコノデルタラクトンの徐々に、酸、グルコン酸へと変化する性質が利用されている。なお、グルコン酸は、グルコースの有機酸なので安全性は高い。 中国では、伝統的に塩炉、塩化マグネシウム溶液、山ハ灰の木や頬付けの葉の絞り汁、石膏、硫酸カルシウムなどが使われたが、現在では石膏を粉末とし水ずに溶いたものを、凝固剤とすることが多い。古来の日本の伝統的な製法では、生塩の過程で、生じる苦りが主に使われていた。日本でも、硫酸カルシウムや、 グルコノデルタラクトンなどの凝固剤が多く使われていた時期があったが近年は見かけなくなりつつある。また中国や韓国でもこの製法を用いる工場がある。一般的ににがりと呼ばれているものは塩化マグネシウムが主成分で古くは塩田で海水から塩を作る時に一緒に抽出される副産物であった。また塩を運搬する途中でにがり、 成分が分かれて梱包した俵に染み出すこともあり、海から遠い街道沿いではよく利用されていた。現在では、工業化されて塩化マグネシウムの純度の高いものや、海外の岩塩採掘場で採取されたもの、あるいは国内外の工業的な生塩の過程で抽出されたものが多く、実際に塩田から取っているものは少ない。また一部豆腐製造業者の間では、 凝固剤の総称として、にがりの故障を使っている場合もあり、注意が必要である。第二次世界大戦前までは、このにがりを凝固剤に使用するのが主流であったが、一部では、硫酸カルシウム、スマシコも使われていた、やがて当製品に指定されたため入手が困難となった。そこで、同じように凝固反応を起こし、入手の容易な硫酸カルシウム、スマシコへの転換が進んでいった。 硫酸カルシウムは、にがりの主成分である塩化マグネシウムと比べて、適正な凝固反応が、気こいわゆる凝固のストライクゾーンが広いため、保水性が高くきめの細かい高品質な豆腐が、比較的容易に作りやすかった。そのため、戦後も機械化が進むにつれ、凝固剤として、使いやすい、硫酸カルシウムへの転換が進んでいった。1980年代後半になって、 にがりで作られた豆腐の味が見直され始め、最近ではスーパーマーケットなどで容易に塩化マグネシウやにがりを使った豆腐が入手できるようになった。美味しい豆腐の条件として水が挙げられる。豆腐の約80から90%は水であり、また豆腐の製造工程でのさらし水が良くなければ、淡白な豆腐の味を損ねることになるためである。江戸時代の日本では、 落語の題材になったり、豆腐百珍のような料理本まで出るほど、広く庶民の食べ物となっていた豆腐は、比較的加工の度合いも低く、経験さえ積めば、誰にでも容易に製造できたため、大正時代から昭和時代の第二次世界大戦前にかけては、一つの町内に一軒ずつ製造業者が存在するほどであった。偏僻な田舎であることを表すのに、 酒屋へ三尾豆腐屋へ切りという強化もある。また、味噌などと同様に、各集落で共同で作られることもしばしばあった。まず原料の大豆を、数よ、12時間ほど真水につけておく。翌朝、十分に漬け上がった大豆を適度に水を加えながら、石薄で、クリーム状にすりつぶす。このクリーム状にすりつぶされた大豆のことを、と呼ぶ。次に、クレをお釜に移し、 適度に水を加えて、濃度を調整し滝に煮て炊き上げる。この時、クレはサポニンの作用で激しく泡立つため、消耗剤として、食用油に石灰を加えたものを適度に振りかける。十分に炊き上がったクレを布でこして、豆乳を木桶に取る。この豆乳が冷えないうちに凝固剤として、にがりを適度に加え、貝と呼ばれる木の板で攪拌する、にがりを打った。 以降の一連の作業を寄せ呼び、職人の技の見せどころである。豆乳の濃度、温度、にがりの量、そして適度な寄せが揃うと、豆乳は水と分離することなく、固まり始め、やがておぼろ状、またはプリン状の豆腐となる。これを崩しながら、内側に布を敷いた型の中に盛り込み、蓋をして、おもしをかけ、固く、水を切ると、豆腐、木綿豆腐となる。 またこの方法で作られた豆腐は、最近まで山間部や離島などに残っていた。1980年、昭和55年前後の岐阜県の徳山村やネオ村などで、この古典的な製法が確認されている。最近では、山間部で逆に濃度の濃い豆乳を使って作った硬い豆腐を、土産物的に売っているが、これは、近代的に作られた、似て、非なるものである。 現代の日本における豆腐製造業者には工場で大量生産する大手企業もあるが中小企業や個人商店も非常に多い。全国豆腐連合会ではこれは豆腐製造が微妙な技術を要することや長期保存ができないなど豆腐の特性が関係していると分析している。また中小企業側は中小企業事業分野調整法により 大企業が進出しようとする場合、都道府県知事を通じて、経済産業大臣に調整、進出計画の撤退、縮小の申し出をすることができる。そのため、当初、大手メーカーは海外市場で販売を行っていた。しかし、放送技術の向上、真空充填、チルドなどにより長期保存、大量輸送が可能となり、また、流通構造が大きく変化した現在では、 牛乳販売店などの宅配網やインターネット等を中心に販売している。また、一部では、チルド製品を店頭販売している業者もある。日本最大の製造業者は、相模屋食料。一方、中小企業を中心とする従来の店頭販売では、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの事業者の価格決定権が強く、特売が当たり前になってしまい。 特売が希望小売価格状態になってしまって経営を圧迫している。さらに原料である大豆はそのほとんどをアメリカに依存しているが原料である非電子組み換え大豆生産量はアメリカにおけ生産数の1割以下であり遺伝子組み換え価格の約3倍の価格もする。またアメリカのエネルギー安全保障政策でバイオ燃料作物への転作が進み急激な 高騰や放送等の資材の原油価格高騰による原材料費高騰も経営を圧迫している。前述の影響もあり、2003年度の全国の豆腐業者は約1万4000件だったが、9年後の2012年度には約9000件まで減少していい。また、製造工程から出てくるおからは、現在の法律上は産業廃棄物扱いであり、 男前豆腐店の事件など不法投棄や処分費問題を抱えている。食品の中には大豆と苦りを使用していなくても柔らかく豆腐状のものがあり、代わり豆腐などと呼ばれる。フィリピンにはタホ、タホと呼ばれる菓子があり、水分の多い温かい豆腐、プリン状の豆乳にタピオカと黒蜜をまぶして食べる。現地では朝食前に他保を食べる習慣があり、毎朝、 天秤を担いだ、タホウリが家々を回る。この際、フィリピンのタホウリは、かつての日本の豆腐の行商と同様にラッパを吹き鳴らして合図を折る。また、チェコのプラハでは、牛乳の代わりに豆乳を使って作ったチーズを、豆腐として売っている。プレーンタイプのほか、燻製タイプなど数種が、スーパーマーケットのチーズ売り場で見られる。 冷ややっこなど生で食されることも多いが、調理される料理も非常に多い。豆腐を具材の一つとする一般料理は多い。豆腐をメインの具材とした料理もある。日本で江戸時代に表された豆腐百鎮には、その名の通り百種類の豆腐料理が紹介されている。豆腐は冷ややっこや湯豆腐などでは、八つ切り、味噌汁や吸い物などでは、 サイノ切りや色紙切りなどに調理される。豆腐を揚げたり、焼いたり、炒めたりする場合など、豆腐料理の種類に応じて、水切りが必要となる場合がある。植物性タンパク質が豊富。カロリーは比較的低いため、健康的な食品として、アメリカやヨーロッパなどでも食材として使われるようになっている。製法工程上、食物繊維の多くは、 製造過程でカスとして分けられるおからの方に含まれるため、豆腐は大豆の加工品でありながら食物繊維の含有量は少ない。絹ごし豆腐 100g 級には水分 89.4g、タンパク質 5.0g、脂質 3.3g、糖質 1.7g が含まれ、58kcal のカロリーがあると言われている。 脂肪エネルギー比は51.7%であり、原料となる乾燥大豆の38.6%を上回る。とても柔らかいものの例として用いられている。日本には豆腐あるいは豆腐売りをモチーフにした豆腐小僧という妖怪の伝説がある。日本において庶民の日常食材として使われた豆腐は落語にも登場する。家畜の飼育者や動物園の一部は、 餌として豆腐やおからを与えている。パソコンにおいて、フォントが対応していないために表示できない文字は、小さい四角で置き換えられることが多く、これをネットスラングで豆腐と呼ぶ。Google が配布している、ノットというフォントの名前はこのスラングに由来、ノー脳も後付しており、インターネット上で表示できない文字をなくすという意味が、込められている。 神奈川県鎌倉市には豆腐川という川がある。厚労省によると、日本では、かつて最近の繁殖で健康被害が発生したことから1974年に、おおむね10度以下の冷蔵保存か、水槽内で冷水を絶えず交換しながら保存するなどの製造、保存基準が定めれたという。国内メーカーは1986年から常温保存用の豆腐、 無菌重点などを輸出しており、これに関して業界団体は災害時の販売、配布の観点からも基準の見直しを要望してきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。